請願第5号、先ほど太田議員からもルールをご説明がありましたけれども、市内の学校および保育園等における放射能汚染土壌の撤去について不採択に反対して意見を述べます。先ほど太田議員は今の段階のお話をたくさんされましたので、少しなぜこの問題が起きたのかということを、振り返っておきたいと思います。そもそも2011年の東日本大震災により、東京電力福島第一原発が爆発をし、広く放射性物質が拡散、この横浜にもプルームが届き、雨などによって地表に降り注ぎました。その放射性物質がさまざまな場所で蓄積濃縮し、横浜市内でも高濃度の汚染がいくつも発見されました。多くの市民の声によってそれが見つけられ、そしてようやく横浜市が公に除染作業を行うということにこぎつけたわけです。特に学校や保育園など 子どもたちが生活する場所では、危険性の高い場所は先んじて土砂を集めて取り除くという作業も行いました。ところが、そのせっかく取り除いた危険性の高い土砂類を横浜市は長年学校や保育園で放置をしていた上、議会にも市民にも秘密裏にこれらをそれぞれの敷地内に埋めてしまうように指示をしていたことが今から5年前に発覚をしました。埋設していることが明らかになって以降、学校保育園に子どもを通わせる保護者や近隣住民からも大きな不安の声が上がり、ともかく埋設はストップさせ、さらに保管していた除去物を子どもたちの生活環境から引き離すよう提案し、北部汚泥資源化センターの中の敷地内に建屋を建てて、そこに移動し集中保管することになったのが2年前のことです。この経緯をご存知であれば皆さんお分かりいただけると思いますけれども、埋設方針が明るみに出たときにすでにこの埋め立て埋設は進行していたため、実はストップをした時点で4つの学校と151の保育園保育室では埋められた状態になっておりました。ですから、実は今北部汚泥資源化センターに移動されたものも、そして各保育園などで埋められている状態になっているものも、本質的にその物質に違いはありません。単なるタイミングの問題だけです。埋設をやめるという新たな方針によって横浜市の方針は上書きされたわけですから、だとすれば一旦埋設をしたものについてもきちんと集中保管移動させるということでなければ何の一貫性もありません。また先ほどもありましたけれども、この物質は安全であるということを、子ども青少年局繰り返していますけれども、その安全の根拠は線量を測って、シーベルトを測って主張をしているに過ぎないんです。しかし線量、シーベルトをいくら測っても、実はベクレルそのものの放射性濃度が対比されているとは限りません。実際に私が当時学校に保管をされていた除去物の一部、これは放射線量で言えば当時の基準を下回っておりましたけれども、これを借り受けて実際に外部の化学調査に出しましたところ、2万ベクレルを超えておりました。2万ベクレルを超えているということは、もちろん指定廃棄物であり大変危険な物質であるということです。いくら線量を外側から測ってみても、そのものの本質はわからないということが明らかでございます。現在保育園の中、また学校に埋め立てられたものについては、この放射能濃度の測定は行われておりません。それを行わないまま、いくら空間線量が低くても安全だと言い切ることはできないんです。またこれらのものが埋まっているからいいではないかというご意見もあるかと思いますけれども、実際に埋めていた場所、何を埋めていたのか、もうすでに分からなくなっている学校や保育園が実際にあります。そして例えば保育園、ちょっとした園舎の裏に埋めていた、何を埋めていたか分からなくなる、やがて少しこの辺に花壇でも作ろうか、こういう話になる。花壇を作ろうと思って掘ってみると何かがビニール袋に入っている。しかしもうどんどん担当者変わっていきますから、それが何なのかが分からなくなっていく。じゃあこの土はこのまままた花壇に戻してしまおう。それで子どもたちがその花壇をいじるかもしれないわけです。
こういうふうにせっかく危ないからということで、除去をしたものを環境中に放置をしておけば、それがやがて何だかわからなくなり、そしてまた私たちの環境中に拡散をされてしまう危険性がある。なぜそんなことをわざわざしなければならないんでしょうか。分かっているうちに子どもたちがいる環境から遠ざけようというごく常識的なことをこの請願は求めております。極めて、常識的なこの請願、市内の学校および保育園等における放射性汚染土壌の撤去、また関連する請願、市内保育園等における白血病発症の実態調査等について合わせて採択を求めます。最後に、中学校における給食実施を求める決議の不採択に反対して意見を述べます。